はい、東洋針灸整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、歯茎、歯肉を丈夫にする方法ということでお話したいと思います。ここにですね、書いてある方法はですね、歯医者さん、ね、歯科医院に行ってですね、言われる内容とはまた、別の世界で、あくまでも、東洋医学の考え方にのっとって、お話したいと思います。ですからですね、歯医者さんに、教えてもらったですね、内容と、東洋医学、ね、の内容をね、いいとこ取りしてですね、役立てていただけたらと思ってお話したいと思います。歯茎、歯肉ですね、そこをですね、司っているコントロールしているのはですね、東洋医学は基本的には常に五臓六腑という概念で、五臓六腑が体の各臓腑をですね、各部位ね、そこを養ってますので、どこの部位がどこの五臓六腑が歯茎歯肉と関係するかといいますと、脾胃というですね、臓腑になるんですね。ここでいう脾、現代学でいう脾臓の脾なんですが、脾臓の脾なんですが、東洋医学ではまたちょっと違う概念なんですね。要は消化器系ということなんですよね。究極は口から、肛門って考えていただいても結構なんですけど、物を食べて、それを血として肉とするところなんですよね。物を食べて血として肉とするね、肉とするところなんで、歯肉、歯茎ね、こういった肉を養っていくわけなんですよね。だから胃が丈夫じゃないと、歯肉歯茎もですね、どん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 痩せていくということなんですが、脾胃、消化器系が歯茎歯肉を司っているということなんですね。その他なんですけど、胃腸関係ね、脾胃消化器系が弱ってくると、疲れやすくなってくるんですよね。あと体がだるいということを言うんですよね。よく漢方なんかね、慢性疲労症候群に補中益湯っていう漢方薬があるんですけど、まさに、脾胃消化器系を高めて、胃腸を丈夫にして、体の疲れを取っていくというやり方なんですが、胃腸が疲れると疲れ、体がだるくなってくるわけなんですよね。あとはですね、この消化器系は何と関係するかというと、四肢の太さなんですよね。腕とかね、足の太さを司ってまして、よくモデル体型のね、シュンとした体の方っていますよね。手足が細い方ね、食べても食べてもね、手足が細くて、逆に羨ましがられたりね、部分痩せをしたくて、足がね、太いから部分痩せをするっていうのもね、いろんな方法あると思うんですけど、基本的に、手足が、四肢ですね、それが細いっていう方は胃腸が弱い傾向にありますよということなんで、この脾、胃腸を丈夫にするということは、四肢、手足を太くするということなんですね。あとはですね、胃腸関係は何をしてくれるかというと、先ほど言いましたけど、食べ物をとって、血として肉とするとこなんで、血を作るんですよね。胃腸だけが血を作ってるわけじゃないんですけど、主に、食べ物を食べて、胃腸、で受け止めまして、それを血として、肉とするわけなんですよね。そういったことを、胃腸関係は、東洋医学の胃腸関係をやってますので、歯茎、歯肉を強くしたいと思えば、究極は胃腸関係を丈夫にしないと、ダメですよということなんですよね。胃腸関係が体の肉を司っているんですよね。それですね、じゃあどうやって、その脾胃を高めていくということなんですけど、主にですね、針灸、鍼灸治療ですね、漢方ね、食事と、書きましたね。鍼灸なんかはですね、中間とか足三里とかね、そういったツボを使って、やっていけばいいと思うんですが、ここで細かい内容はちょっと説明するのは難しいんで、鍼灸治療で上げていくと、あとは漢方ですね、漢方も人参湯とかね、補中益湯とか、そのあたりの胃腸を高める代表的な漢方がありますし、専門の、先生に聞いていただいたらと思います。あとは食事ですね、私の動画でもですね、胃腸関係を高めるということで、ご紹介させていただきましたが、基本的には、甘いものが胃腸を高めてくれるんですね。でもそこの甘いものっていうのは、白砂糖はものすごく 甘いんですけど、逆に体を冷やし、胃腸を壊しますので、甘いものといっても、そういったですね、人工甘味料とか、
砂糖とかね、そういったものは省くんですね。まあ、さつまいもとかね、もち米、もち米とか、あとはかぼちゃとかですね、人参とかね、にんにく、ニラとかね、そういったものもまあ含まれていきますので、まあ、インターネットなんかで調べていただけたらと思うんですね。まあ、あとはまあ冷たいものをガバガバ飲むとかね、夏の暑い時にまあ冷蔵庫からガッて取ってガバガバガバって飲む、まあ、人いっぱいいると思うんですけど、まあ、逆をね考えてもらえば、その例えば冷たいまあ水が入ってて、それがその水が例えばあのお風呂ぐらいあるとしますよね。そこにその飛び込めるかというと飛び込めませんよね、冷たすぎてね。まあそういったまあ冷えたものをガーって飲むっていうことは、内臓がそれぐらいギューってまあ冷えますので、ものすごくまあ良くないわけですよね。まあ、あとはまあ胃腸関係のところでもお話ししましたけど、まあ、冷蔵庫っていうのはここ90年ぐらいでできたものなので、100年、ね、200年、300年前はですね、冷蔵庫なんてありませんので、夏の暑い時にガバガバガバって冷たいものを飲むというですね、 DNA は人間はまだ持っておりません。まあ、以上ですね、歯茎、歯肉を丈夫にする方法なんですが、東洋医学という観点からお話しさせていただきました。これはものすごくまあ、役に立つと思いますので、ぜひともですね、考えの中に入れていただけたらと思います。まあ、歯医者さんもですね、最近そういう東洋医学に興味を持たれて、こういった方向性でアドバイスされる方もいらっしゃいます。以上です。